そもそも不倫をしてすみませんでしたなどと相手の旦那さんや奥さんに対して謝ることはあっても、世の中に対して謝る必要などそもそもない。なぜ謝るのか。また逆もしかり、自分が結婚をしてて不倫をしていたとしても、相手となる人もその状況を分かってしているわけだ。無理やりその関係になったわけでも、レイプしたわけでもない。結局当事者間の問題でしかない。ところが、こういうことが起きるたびに、影響力のある人が不倫をすると世の中に影響を受ける人が多く出るなどと、こんな書き込みさえ目にするがそもそも論外であれば、ドラマも映画も全て禁止にしなければならない。むしろその程度で流されてしまう、その人間性に問題があることに気づくべき。スタンスが間違っている。